来月お見合いするの。あなたもう27でしょ。焦ることないよ。みんな落下さん舞台みたいに次々結婚してくけど。灰原さんですよね。待ってよ、大学辞めろってこと？女なんやから料理くらいせんまい。もういいわ、自分で何とかするから。田舎から出てきて搾取されまくって、もう私たちって東京の養分だよね。花子にはさ、夢なんかあるの？美樹さん、あの子との出会いが自由な場所へと背中を押してくれた。こういう景色初めて見ました。ずっと東京で生きてきたのに。あの子は貴族。